はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さんはお邪魔キングというクソモンスターをご存知でしょうか。お邪魔グリーンプラスお邪魔イエロープラスお邪魔ブラックというね融合召喚条件で作れるモンスターでございましてね、このモンスター相手の使用してないモンスターゾーン3箇所埋めるっていうマジでクソみたいな効果を持ってるんですよ。今日ですねこのモンスターを2体出して相手のモンスターゾーンを全部埋めていくっていう、こういったクソデッキとなっております。ちょっと難しいね、なんかソリティアルートはちょっと私よくわかりませんので、そのデビルクランケンとかを出してね、なんかそのお邪魔キングをね結構パンパンって出していくっていうなんかクソムーブはあるらしいんですけども、ちょっとそのルートちょっとよくわかりませんので、私はちょっと純粋に融合していこうと思ってまして、普通にでお邪魔キングはですねサポートカードがいくつかあってね、まずねお邪魔ジックっていうカードがねやっぱり、ね、融合にはね欠かせない。これは手札フィールドからこのカードが墓地を送られると、デッキからお邪魔グリーンイエロー、ブラック一体ずつを手札に加えるという効果を持っているんですよ。でこのカードを手札から捨てられれば、イエロー、ブラック、グリーンを持ってこれますんで、暗黒界の取引とか手札抹殺とか、それから未回帰とかいうこういうモンスターでこのカードを捨てて、イエロー、ブラック、グリーンっていう雑魚どもを持ってきて、沼地のマシンを融合で融合していくという、そういうねギミックになっております。で融合した後に、1体だと3箇所しか埋められないんで、2体出さなければならないということで、お邪魔キングを、2体目出すために、ネクロフュージョンとか、あと、お邪魔キングが出せなかったとしても、2箇所埋められればいいので、お邪魔ナイトとか、地盤沈下というカードが入っております。ギミックは以上。弱点を先に言っておきます。デッキを回す都合上ちょっと魔法トラップカードの対策札を入れることができませんでしたので、サンダーボルトであるとか無限法要であるとか、ああいったカードを、全てね聞きます。ケアはできません。モンスターゾーン埋めたら勝てるっしょ。デュエルスタンバイ。全然決まんねえんだけど、このデッキやばいだろ。成功確率マジで 2% くらいなんじゃねえか、これ実家体感。ちょっと一回さすがにちょっといい暗黒界の取引でぶち込んで、でこれお邪魔じゃ、あ強いね、これなかなか強そうな、これなかなか強そうな、ランクアップマジック入ってるよ。でこれで雑魚どもをかき集めていく。雑魚には雑魚の戦い方っていうのがあるんですよ皆さん、お分かりですか。強欲のドラゴンズ発動、これめちゃくちゃ手札増えてんだ。なるほど。これはね人掛け手札抹殺するしかないんじゃないかな。人掛け手札抹殺です。まずトラップトリックをちょっと使いさんでこれセットでしょ。地盤沈下発動して、相手のフィールドだけ地盤沈下させていくっしょ。で、手札抹殺するっしょ。手札抹殺するっしょ。で全部捨てで、カード引いて、あっ来た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 ぞ。まずはお邪魔イエローを召喚して、でお邪魔イエローを1体でリンク召喚していく。まずはリンクスパイダーをリンク召喚し、そしてリンクスパイダーの効果も使っていこう。リンクスパイダーの効果で手札の通常モンスター体を特殊召喚で、セット、セットだね、これでいいな。で、これでターン終了して相手ドローフェーズ優先権放棄したタイミングおいでませですね。これいけ、ネクロフュージョンを発動。墓地に存在する雑魚どもの魂を冥界より除外し、おいでません。アルティメットお邪魔モンスター、お邪魔キング様、うおー。相手のフィールドのモンスターゾーンを3箇所埋めていく、うおー最強。おっとマドルチェ、なるほど、マドルチェデッキなんてはモンスターが出せなかったら何もできないのでは。来た、マドルチェは効果を無効にするトラップカードがありますので、ちょっとあれだけ気をつけたいですね。あ、墓地落ちてますね今。なるほど、これはどうやってライフを削ろう。これ一旦マジで俺ユニコーンするしかないので、ユニコーンするしかないでしょ。で
トロイミアユニコーンを特殊召喚して、トロイミアユニコーンの効果発動。トロイミアユニコーンの効果によって手札を1枚墓地の送り、手札上のカードを1枚選択し、デッキに戻す。なんもねえ。やった。やったやった、来たよ。これ皆さん、今からユニコーンビートというクソゲーをね、お見せしましょう。アルティメットユニコーンビート、ひたすら2200で殴り続けるというね、こういったクソゲーを今から皆さんにお見合いしていきたいと思います。はい、バトルフェイズ、はい。やることね、真面目にやることね、ガチやることね。これでですね、モンスターを用意しましょう。ネクロフュージョンの効果を発動。ネクロフュージョンの効果により墓地で存在するおじゃまモンスター2体の魂をゲームより除外し、ほい、ほい、現れろ。おいでませ、おじゃまナイト。打点ゼロなんですよね、残念ながら。残念ながら打点ゼロなんですよね。まあそういう時の、まあお友達、まあ、大切なお友達をね出して、あとは打点を用意すればいいだけですね。雑魚には雑魚の使い道がある。リンク召喚、現れろ。アクセスコール投下、アクセスコール投下の効果発動。リンクマーカーかける1000ポイントの打点をアップしていく。そしてアクセスコール投下の効果発動、アクセスインテグレーション。おっと、どうした、いいんですかそんなことで。お邪魔キングと自慢鎮火2枚で、あなた何もできてませんけども。あれ、このデッキ最強か。おい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 、相手何もできてないぞ。さあ皆さんご一緒に、1 10 100 1000、満場メッサ。あー、まあ悪くはないのか。これはいけるのか。まずは強欲で貪欲な壺発動。強欲で貪欲な壺の効果によってカードを2枚ドロー。あー、ワンチャンあるね、ワンチャンあるね。これ非常にワンチャンスあるね。これだからあれでしょ、要するに先セットすればいいんですね、これね。お邪魔ジックを、墓地に、墓地でね、お邪魔ジックを手札から捨てたいので、未開期の熱心の効果で、お邪魔ジックを、あ違う、お前じゃない、てめえじゃない、まあしょうがない。未開期の熱心の効果を発動。未開期の熱心の効果によって未開期モンスター一体を手札に加えることができる。ね、今ね、お邪魔ジックなんだよ、捨てたいのは。あ、よし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 、そういうこと、それ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 、イエロー来た、はい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 、いいよ、イエローとグリーンとブラックも飛んできて、いいね、いいんじゃないか。そして未開期のジャッカローブの効果発動。あとはジャッカローブを特殊召喚して、そしてカードを1枚ドローしていく。はい、神ゲー。来た、神ゲー起きた、ガチの神ゲー起きたわ。行こう、融合発動、手札にマジックカード融合。お邪魔イエロー、そしてお邪魔ブラック、そしてお邪魔グリーンの魂を墓地に送り、雑魚には雑魚の使い道がある。おいでませ、お邪魔キング様。お邪魔キング様の効果はそう、お邪魔キング様の効果により相手フィード上のモンスターゾーンを3つ埋めていく。ネクロフュージョンちょっと使いましょう。もうちょっと地盤沈下すれば別にいいんですけど、まあ、最悪でライトニングストームとか飛んでくるかもしれないんでね。ネクロフュージョンの効果、ネクロフュージョンの効果によって墓地に存在するイエロー、グリーン、ブラックの魂をゲームから除外し、再び現れろ。2体目のおいでませ、お邪魔キング様、ドーン。これで相手のモンスターゾーンは全て奪った。残念だったな。増援いいだろう、いくらでもサーチしていいが、そのモンスターを出せるのか、まあ、出せるもんなら出してみやがれ。出せるもんならな、見伏せ怖いな、やめよう。ちなみにこれでマジックトラップカードのこと一切考えておりませんので、これはまあ普通にフェニックスビートするしかないのでは。2体のモンスターでリーク召喚、召喚条件は名称の異なるモンスター2体、現れよ、トロイミアフェニックス。
ドレミアフェニックスの効果と、ドレミアフェニックスの効果によって相手のマジックトラップカードを一番選択し破壊することができる。なんだそれは、チェーンガールぞ。なんだそれは、生物眠心臓、知らねえからだな。なんていうか、バトルフェイス。これが伝説のフェニックスビート、通称フェニビオ。これは圧倒的フェニックスビートで勝つ、俺は。あちなみに、一応、あの、お邪魔たちの故郷が来ると、あの、伊達3000人が2体になるんで、強いんですけど、マジで何も来ないと攻撃力ゼロのままなんですよね。この人たち。本当に。マジで、ほんと文字通りクソだなこと。いう感じなので、まあ、残念ながらこれ、あの、お邪魔たちの故郷を引いてくれないと、これね、あの、伝説のフェニックスピードですもんね。はい。圧倒的伝説のフェニックスピードがね、あの、爆誕します。あ、ちなみにですけども、まあ、これ余談なんですが、一応この地盤沈下を使うと、自分のモンスターゾーンを埋めることができるんで、まあ、実質、何も、モンスター出せないっていう条件も一応できます。はい。お邪魔とね、こう地盤沈下を使うと、なんかその、フィールドの全モンスターゾーンを埋めるっていう。意味不明なことも一応できます。とどめだ、いけ！トロイビアフェニックス！なんか、ようわからんトラップカードめっちゃ発動されて増殖してて、うっせえ、黙れ！黙ってろ！ゆけフェニックス！お邪魔たちの故郷が、引きたい人生でした！うおー！伊達上がった！なんか知んないけど。まあ、雑魚には雑魚の使い道があるということだけは言っておこう。あのね、成功確率的にはね、あのデビルフランケンを出した方が、あの、当たり前に早いと思うんですよ、絶対。それはもう 100% ソルティアして、あ、なんか相手の面白い、実質先行だ、来た、実質先行は強い。あのね、結局やっぱ、ま、先行取んないといけないっていう、ま、問題と、これ、消化して先行取らなきゃいけないっていう問題と、あと成功率が低すぎる問題、まあ、これがね、どうしようね、あの、ついて回るといったところですね。これ 50% を、あ、これ危ねえ、これセットしたんだ。 50% を引けばいいわけですよ。はい、勝ち、勝ちました。勝ちました。さあ、未開機のネッシーを特殊感、そして未開機のネッシーが特殊感成功して、さらにおじゃマジックガンの効果によって、おじゃモンスターたちを手札に加えていく。そして手札よりマジックカード融合を発動。融合の効果によってクソザコどもの魂を墓地に送り、消え失せるクソザコども。ザコにはザコの戦い方があるんじゃい。行けー、おいでませ、お邪魔キング様ドン。そしてお邪魔キング様の効果、お邪魔キング様の効果により、相手のフィールド上のモンスターゾーンを3箇所埋めていく。一応バトルフェーズ入りますか。一応なんか高校らしいんで、私煽りの攻撃表示、お邪魔イエローこれ腹立ってるじゃないで、もしかして。これは一回エンドですね。さあ、一旦エンドだよ。さあ、お前のターンだ、どうした、大丈夫か。モンスター出されて死ぬぞ。俺はネクロフュージョンの効果を発動。ネクロフュージョンの効果によって墓地に存在するザコどもの魂をゲームから除外し、まあ、これはまず全然違うモンスター混ぜていいか、全然関係ねえモンスター1匹だけ混ざるけど申し訳ねえ。いけ、おいでませ、お邪魔キング様。そしてお邪魔キング様の効果、相手のモンスターゾーンを3箇所まで埋めていく。はい。はい、完成、完成きた。これ最強です、これが、これが最強デッキ、共闘ウォーターフロント。何、まずい、怪獣デッキはまずいぞ、怪獣デッキは非常にまずい。怪獣デッキは何がまずいかっていうとな、あの、おじまキングをリリースされるっていうのが一番やべえんだよ。まあ、だからこれ一応このネクロフィールドでケアしていこう。怪獣一匹だけ出されたところで、そんなに変わんね、そんなに変わんね、そんなに変わんね。やめろー、お前何してんだ、お前何してんだ、お前触ったけられた怪獣の眠りは卑怯だって。